高岡法科大学は、富山県高岡市トイデ石市第307-3に、本部を置く日本の私立大学である。1989年に設置された、大学の略称は、高岡法大、トゥール。北新越地方で法学部を設置した、最初の私立大学である。法学部のみの短科大学。県立高校校長であった、川原忠平が、退職後に当時県西部に、 私立高校が存在しないことは教育の平等の観点から目視できないとし、資材を投げ打って県政部で最初の私立高校、高岡第一高等学校を1959年に創設した。1989年、やはり県政部に私立大学が存在しないこと、富山県内第二の都市である高岡に大学をとの声から、 当時高岡第一学園理事長であった川原隆平が高岡市トイレの高岡オフィスパークに隣接する場所に高岡法科大学を設立した。北陸地域において唯一の私立大学法学部であり、また金沢大学と共に数少ない法律系学部を有する大学である。国立大学法科大学院への進学者も多く、司法試験合格者を輩出している。 二年次よりコースに分かれ将来を見据えた教育を受けることができる。北陸地方唯一の私立大学大学院による法学研究科法学専攻があったが2018年に廃止となった。ありがとうございます。